皆様、お待たせいたしました。帰ってまいりました。最後に、動画投稿したのが、ロード画面を見ればわかる、7月26日です。で、今10月5日なんで2ヶ月半ぶりですね。でもそんなことやってるうちにね、あの線路奇跡4も発売しちゃったんで、どんどん進めていこうかなと思います。あれ、俺倒したんだっけ。ここにいるってことは倒したんだっけ。私の番だわ。任せてちょうだい。任せるがいい。参る。多分そうだよな。そうじゃなかったらおかしいよな。これから？これから？あれ？おかしいな。さて、とっとと行くとするか。手前で、ボス手前でセーブしてたやつはどこ行っちゃったんだろう。吹っ飛んだ。ここが終点のようだな。やっぱり終わってるよね。やっぱ終わってるね。よかった。ああ、また戦わなきゃいけないのかと思ったわ。すげえ強かったんだ。ビビったよ。この世の終わりかと思ったよ、ほんと。さあ、帰ろ。治療へ。もう今後はね、2からはね、難易度イージーにしますんで。イージーにしますんで。やっぱり、クリア重視で、やっぱやっていかないと、いつまで経っても時間で、なんかレベル上げ、動画外でレベル上げますわー、みたいなのをやってたらね、ちょっと意味ないんでね。これやったでしょ。まだ見ぬ差し出しに。あれ？期限切れ？期限切れって書いてあるね。わかりました。まあ、正直言ってサブクエストとかも全部保管する気はないです。クリアできるやつだけやります。普段の俺だったら絶対許せないことなんですけど、ちょっとね、目的が違うんだよね、今までと。そうに進めるよ。待って、これクリアできてないってことじゃん。まだ、どういうこと。あれ、みんな俺の記憶、俺が記憶を取り戻すまでちょっと待ってくれ。え、3層までって2層までしかなかったじゃん。サブで、こうだな。マジで言ってんの？あ、本当だ。さっきなかったよね。くっそ。
いやっす。言い訳せずに行きます。さて、とっとと行くとするか。かしこまり。さっさとクリアしてどんどん進めちゃおう。全く記憶にないところがまた嬉しいぜ。これね、押すと今閉まってるところが開くギミックだよね。さあ、かかってこい。4匹も出てくんのかよ。激励。さあ、一気に行くぞ。何このダメージ。どうなってんのこれ。絶対勝てなくないこれ。え、皆さん見ました？さてと、みんな元気を出して。これでやっとこんなもん。これ無理だろう。雑魚でこれでどうやって戦えってんだよ。メタライブ使えない。マジで言ってんのこれ。ちょっと待って、攻略本。僕の番だね。ボス以上に強くないですかこれ。こんなゲームだったっけ。こんなゲームでしたっけ。ヘルラビット1目に2950。攻撃力483。通常攻撃に即死の効果を持つって。なんでこんなとんでもないやつがいんの。俺レベル弱すぎるってこと。マジで言ってんの。みんな元気を出して。行くぞ。信じられないんだけど。何を信じていいのか。難易度調整までしたのかな。そんなことないよな。いやーでもさ、一撃で死ぬってダメでしょ。あ、即死だったのかな。もしかしたら即死スキルだったのかもね。もしかしたらそれだったら納得いくわ。だったら即死って出してほしいよ。もうほんとやっ、恐ろしいじゃないか。私の番だな。すまない。みんな。駆動、僕の番だね。Yes!
皆さん、初めての戦闘で7分経ってますよ。7分。14。俺の理由に防御力 2Y とかあるのかな。ありがとう。さてと、だって他のキャラは別に普通だもんね。俺の番だ。ほら、リンだけめちゃめちゃ食らう。なんだこれ。まだやれる。よし。なんかちょっと気になるな、リン裸だったりしねえかな。やったぞ。おかしいだろ、どう考えたって。327防御力あんな。リン低くないな、なぜなんだ。弱点疲れてんのかな。疲れてんのかな。弱点がどれだか分かんねえけど。いやー、でもショッキングな戦いでしたね。恐ろしいな。ちょっともうこれ走んのやめようぜ。私の番だ。さて、私の番だ。行くぞ。どうやったらやめられるんだっけ。私の番で。うん、行くぞ。任せてくれ。ハイスピードモード、あ、解除されてる。あ、これだ。おお、おら、チャンスだね。これほとんど進まずに終わるぞこれ。このままだと。任せてちょうだい。うん。エコーズビーツ。元気を出して。行くぞ。フランベルチュ、燃え尽きなさい。倒せなかった。行くぞ。これ今リンク誰になってんのこれ。なってるね。砕けちゃう。発動しない。うん。オッケー。行くぞ。私の番ね。なんか使おうとしてんな。うん。許さん。任せるがよい。なんか使おうとしてんな。許さん。ダメだ、人あんなに人目であったら倒せねえだろ、さすがに。遅延させるか。任せてちょうだい。オッケー、僕の番だね。よし、オッケー。いや、なんかもうさっきの戦いとは打って変わってね、なんかスマートに戦いが終わりましたね。これが本当の7組の戦い方です。よし、まあ、ちょっとあんま道とか覚えてないけどね。うん、まあ、適当に進んでればたどり着くでしょ。うわー、俺の嫌いな、なんとかラビット、ポイントみたいだな。ごめんな、魚釣りとかしてる余裕ないんだ。
こっちに行きたいか。よいしょ。来ちゃったやつ戻ってきちゃったやつやんこれ。うん、左上の方で回転させるのか。お、いいポイントみたいだな。ここ通りたいから多分左上側にあるんでしょこれ。これだ。俺さ、ずっとデッキやってなかった理由の一つとして言い訳です。言い訳させてください。またあのボスと戦わなきゃいけないって思ってたんだよね。それは嫌だと。またコンティニューしながらやらなきゃいけないのかって思っちゃってたんだよね。でもどうやらクリアしてたっていうことでね、安心しました。あれ？俺間違った？戻ってきちゃった？あれ？反対？反対だった？うわーやらかしたさあ、行きましょう。やらかした。あっちか。あっちに行きたいのか俺。ということは、行くしかなくて、でこっちか。あー、またこのウサギか。逃げろ。そして変な虫で、ここで初めてくるっと回すと。でここを通る。右上かな。多分だけど、ここを通らそうとしてんだよね。違う？あ、あっちだ。あっちから通らせようとしてるんだ。ということは、やっぱりこっちか。こっちにあるんだ。お、いいポイントみたいだな。あったあったあった。あったわ。宝箱もあったわ、ついでに。強そうだな、こいつ。無理だな。ひるませんの無理。かかってください。いやもう、さあ一気に頼むぞみんな。クランベルシュ、ほい。燃え尽きなさい。僕の番だね。
踏み込んだらばいい。バフはかけまくります。おりゃー見たい。これさ、見た目でかいよねこのゲームね、恐ろしいよ。よし、精進するがよい。精進するがよい。これで戻っていけばいいわけだね、道なりに。もう一段階あるのか。え？そういうことだよね。もう一段階あるってことだよね。向こう行くのに。手込んでんな。で、ここから通ると。ふぅ。厄介だぜ。まだ続くか。気を抜くな。30分なっちゃうよ。もう一本30分って決めてるんだから。長すぎるとね、もうほんとみんな、まあなんていうの、ゲームこれ全部じっと見てる人なんてさすがにいないと思うんだよね。だから周回しながらなんかこうわーってなってるのを見てもらうのがいいかなと思ってるんだけど、あとはストーリーね、ストーリー追ってもらえばいいかなって思ってるんだけど。うわー嘘だろ、また即死で死んだ。リン持ってねえな。懐かしいな、記憶あんな、ここやこういうのこれやってたの。あエマとかに使わせればよかったかな。ここ回す前に向こう行っとくか。なんかあったりするんですよこれが。怖い怖い。あれ戻ってきたわけじゃないよね。戻ってきたわけです。あれこれ一段上なのか、一段上なのか。一段上なんだね。目的地はそういうことなんだね。
最奥、ここを通れれば OK だから。でもここを通れてもここは通れなくなる。でもここは通れるから、これに回すのないのかな。あったあった、ほい。うわ、違うで、で左行って、あ、立派な宝箱です。背後に、とんでもない攻撃されたんだけど。すまない、みんな即死攻撃。なんでリンばっかり即死攻撃食らうんだよ。こいつ即死攻撃ずるいぞ。任せてちょうだい。大変よ、みんな。やった、30分。あ、しつこいわね。未熟な。そんな。しょうがないもん。負けられない。俺が悪かったんだ。いや、あー、激励使えないや。ほっ、とりあえずリン回復しないと。行くわ、はい、行くぞ。こっちだな。行きます。こ、すごい、こう、こういう魔法を使います。早い、任せてちょうだい。あ、攻撃できない。攻撃を封じ込められてる。行くわ、俺の番だ。感謝、行くぞ。危ない危ない。私の番ですね、任せてちょうだい。アクス、なんとかなった。あー、怖かった。怖かった。あ、宝箱発見。ん、ちょっと待って。見つけたけど、見つけたけど降りれないやないか。こっち行かなきゃいけないのか。ここら辺にある。え、どうなってんの。ここら辺にあるってこと。関係ないよね、ここら辺にあってもまっすぐ行けちゃうもんね。飛び越えようぜ、こんなの。ダメ。あ、あそこから降りてくるやつがあるな。あれか。
イヘイ、迷子迷子。みーは迷子です。ほっ、これ分かっちゃえば一瞬なんだけどね。これでこういってこういって、ここ降りれないんだよね。ここら辺になんかあんのかな。ないよね、だって通ってきたもん俺。そうするともうここの流れにあるってことしかわかんないよ。ここの流れのどこかにね。あそこがまだ行ってないな。でもなさそうだな。うん。戦闘開始。かわされた。さあ、一気に行くぞ。私の番ね。時間になったら中途半端でも一回切りますね。長くなっちゃうから。ストーリーが中途半端とかだったら続けるけど、こういう戦闘とかね、移動してるところとかは、途中でも一回ぶった切っちゃいます。はい、一旦切りまーす。